皆さんこんにちは。 SAOIF は昨日で5周年になりましたね。おめでとうございます。これ今ね SAO の映画プログレッシブ暗き夕闇のスケルツを上映中なので、ぜひ見に行ってみてください。今回は5周年のメンテ明け情報を見ていこうかと思います。アップデートの詳細についてこれお知らせなんですけど、5周年でついに100層の次の階層ですね、56層が出ました。まあ、100層で差集するかとか言われてたんですけど、まあ、すぐね56層来て、まあ、公式生放送でも、まあ、100層はなんか通過点に過ぎないみたいな感じ、なんかそんなニュアンスのことを言ってた気がするんで、で第56層スタートダッシュイベントの開始、これは毎回あれですね、なんか迷宮区がない階層とかで、まあ、効果集めっていうのがあったんですけど、もうこれからの階層迷宮区ないんじゃないかな。基本的に迷宮区って次の階層への扉みたいな感じな気がするんですけど、どうなんだろう、迷宮区できるのかな。でも迷宮区別にあっても全然不思議じゃないというか、次の階層へ行くことができるダンジョンみたいな設定じゃないですか、一応 SAO って。でも、まあ、迷宮区は、まあ、終わった後も周回できるし、まあ、迷宮区来るのかな、56層の次の階層で。たまたま迷宮区がない階層で効果集めがあるのかもしれないですね。で、5周年記念でメモリアルパーティーの開始って、これイベントですね、多分毎日1回できる、あの SAOIF に出てきたキャラ一人一人に話しかけるイベントですね。で5周年記念のキャンペーン他にもいっぱいあって、キャラクエスト5倍キャンペーンですね、掲示板。まあ、キャラクエストって言ってもなんかあれですね、これ経験値5倍とか来てるけど、5周年で、まあ、メインクエストの報酬経験値が情報修正されたり、サブクエストが情報修正されたりして、まあ、そっちで十分稼げるみたいなことも言ってる人がいて、あとこのギルド応援キャンペーンっていうのが、まあ、ギルドポイントっていうのをねいっぱいねあった方がつけられるんですけど、メニュー、コミュニティ、ギルドって進んで、でまあここにギルドスキルっていうのがあるんで、ここをタップすると、まあ、変更っていうのが出てくるんで、変更って押して、そしたらねこの期間限定って書いてあるのが出てくるんで、まあ、これがこのギルドポイント、これ GP って書いてあるんですけど、これを消費してつけられるんですけど、まあ、これ時間制限があるんで3時間ってなってるんで、まあ、使うとねどんどんねなくなっていくんで、でまあこのドロップ率が 30% アップするやつとかもあるんで、まあ、こういうのねつけられるんで、まあ、GP ねいっぱいあるギルドだったらねいっぱいねつけていいかなって思います。ギルドによってはねその GP いっぱい使うから、やっぱ使う時間決めるみたいなね、そういう決め事をしてるギルドもあるんで、もう一気にね GP がなくなってしまうんで、まあ、そういう感じのもありますっていう話です。あとは経験値獲得イベント、ギボンアサルトの報酬追加が来たみたいですね。まあなんか確かちょっと見たところ、アルカナジウムの追加とかはなくて、でもなんか経験値クリスタルとかなんか追加されてた気がします。で5周年記念アクセルオーダーの開始、5周年でね新スキルアクセルスキルっていうのが出たんで、まあそれが引けるオーダーが開始しましたよと。あとはね無料オーダーが出て、あと探索と鑑定で、これで全部で550回引けると。スキレコのオーダーが330回無料と、110回の探索、あと110回の鑑定ですね。まあ、探索っていうのは、あの、消費アイテム、1回使うとなくなるようなアイテムが、まあ、もらえるガチャで。で、鑑定はなんかインゴットとか、まあ、ずっと残るやつが多いオーダーですね。オーダーっていうかガチャですね。こっちはオーダーって言っていいのかわかんないけど。でカオス討滅戦の更新ですね。5周年で、まあ、カオス135が緩和されたので、まあ、それもね含めて更新っていう感じですね。でまあいつも通りアルカナジム大増量キャンペーンがあって、まあ、課金がちょっとお得になるやつですね。まあ、しょっちゅう更新されるやつなんですけど、メンテナンス延長のお詫びがあったみたいですね。250GM ね、ありがとうございます。お疲れ様でした、メンテナンス、いつもありがとうございます。で公式生放送ウィークエンド IF でね、なんかサイコロチャレンジっていうのがあって、野上キャップかな、なんか 600GM あのサイコロで6を出したんですよね。まあ、不正はなかったと言っておりましたが、まあ600GM が出たので、まあ、みんな配られたと、本当にありがとうございます。でギルドルームがね5周年仕様に変わったみたいですね。これフィフスってここ書いてありますけど、
5周年記念の仕様になってますね。ちょっとアップデート内容多すぎんかこれやば。スキルレコード検索機能の回収、これすごいですよ。これほんとすごい、マジで。メニュー、アイテム、スキルレコードって言って、でこの右上の絞り込みボタンでやると、これ検索機能がバリすごくなってて、でこれなんか多分あれですよね、例えばキリト攻撃強化って入れると、これキリトの攻撃強化4バフを検索できたり、これがすごいなーってちょっと思います。これオアってやるとキリトのスキルと攻撃強化のスキルが出るのかな。これ攻撃強化ってどこに文字入ってんだろう。あれオア検索がちょっとよくわかんないまあとにかくね、こういうねスペースで区切って文字入れてってやると、例えばこれ飛線って覚醒効果でね攻撃力が上がるやつなんですけど、これ飛線って書いてあるからこれでね検索されると、まあこういう感じで検索できるようになったし、まあ前と同様にね、これ武器を選択して、まあリズベットのアビリティとかでこれアンド検索か、これやると、あこれはできないのかな、わかんない、ちょっとわかんないな、まあもうまあ触ってればそのうちわかるんじゃないかなって思うんですけど、すいません、ちょっとまだまだちょっと慣れてなくて。でこのね検索機能だけじゃなくて、並び順っていうところにこのスキルクールタイムとかスイッチゲージ増加量とかブレイクゲージっていうのが出ていて、で例えばスキルクールタイムって押すと、これ今並び順がここ高順ってなってるじゃないですか。高順だから一番上に表示されるのが一番クールタイム長いやつです。ってなるとこれが一番クールタイム長いようで24秒ですね。ここのね表記もね新しく追加されて、このスイッチゲージ、このどれだけそのスイッチが1回で溜まるかとか、ブレイクゲージ1回でどれだけブレイク削れるかとか、ブレイクゲージを上昇させられるかみたいな数値がね出たんで、でこれでね並び順でね見ることができて、まあ、例えばこのブレイクゲージってやると一番ブレイクが削れるやつが上に来るんですけど、何気にこれねブレイクゲージ増加量が多いやつより上にね表示されてて、なんかすごい意外でしたね。ブレイクゲージ78って書いてあります。こっち87ですね、かなり近い値で、こっち70なんですけどこれが68と、かなり意外な結果でしたが、あとこれねスイッチゲージね、どれくらい溜まりやすいかみたいな、一番溜まりやすいのがやはりこれですね、スイッチゲージ増加量がとても多いやつとか、まあこれはね全体攻撃のスイッチゲージ増加量が多いやつなんで、まあいっぱいね複数同時に当てれば溜まりやすいよと。あとはスキルレコード強化画面に選択したスキルレコードの覚醒進化、限界突破などに必要な素材が表示されるよう回収って書いてありますね。これなんだろう、ちょっと見てみますね。メニュー、アイテム、強化、交換、スキルレコード強化っていくと、なんか変わってるのかな。これちょっとわかんなかったんで、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。じゃあなんかわかんない。次、便利機能のラッシュエフェクト表示をアクセルスキル発動、効果エフェクトも対象にしたバトルエフェクト表示に回収ってあるのが、なんだろうこれ、便利機能、え、便利機能ってなんだろう。これさ、スキルリストってあるけど、ここ押すと、なんかこれもちょっと変わってるんですよね。これ、モッドの中身が全部見えるようになってて。てか、これ、ラッシュエフェクト表示ってあったの？これ、わかんない。こんなのあったのかな？ちょっと、やばいな。俺、なんか知らないこと多いな。にわかじゃん。解説とかやってるのに、結構、にわか。ちょ、わかんないですね。転移先一覧に現在攻略している最新数を移動できるショートカットボタンを追加。これは、まあ、昨日生配信してる時に気づいたんですけど、これ転移比ね、行くと、この右にね、赤い文字でフロア56って書いてあるんですけど、まあ、最新数のね、バナーがここにね、出るらしいので、これでね、行くことができますね。まあ、100層行った後ね、どこに行けばいいんだみたいな、そういう人もね、いるかもしんないんで、まあそれで気づけるかどうかわからんけど、まあ気づけるんじゃないかな。まあ普通に受注クエストでね、次56層へ向かおうみたいなのが出るんで多分わかると思うんですけど。で、新規ヘルプ、アクセルスキルについてを追加。まあこれはね、ちょっとね、まあ後でアクセルスキルの解説動画はね、作ろうと思ってるので、まあその時にね、見ようかと思います。ソードスキルの詳細画面にクールタイム、スイッチゲージ増加量、ブレイクゲージ、ブレイク増加量の数値を追加。これ本当にありがたいですね。これさっき見たんですけど。
スキルレコードのテキスト検索対象にコネクトチェインを追加。あ、マジか。これはコネクトチェインっていうタブがあるわけじゃなくて、コネクトチェインのテキストも検索できるようになったってことかな。多分効果テキスト、スキルレコードのテキスト検索の文字数を10文字から32文字に拡張。あ、これでさっき空白でね、区切ってね、例えばキリとスペース、攻撃強化スペースみたいな感じでどんどんね検索していけるようになったってことですね。スキルレコードの入手枚数に応じた実績と限界突破数に応じた実績。あ、いっぱい手に入れば入るほど実績で達成報酬とかねもらえるんじゃないかなって思います。アルカナジェムとか。すでに入手しているスキルレコードの枚数限界突破数はカウントされた状態です。あ、これだから実績達成でアルカナジェムもらえたんですね。5周年になってからログインした時になんか300ジェムくらいもらえたらしいですね。で、アクセルスキルの実装に伴ってデフォルトでねスイッチゲージが2段階貯められるようになったっていうことで、まあ始めたばっかの人、例えば1層から攻略していくじゃないですか、始めたばっかの人。そういう人もね、2段階ね、最初から貯められるようになったみたいですね。で、オーバーチャージっていう熟練度スキル前あったんですけど、3段階まで貯められるようになって、で、スイッチ時のダメージが、ね、200% 上昇するようになりましたね。前は 15% だったんですけど。で、ゲームバランス調整すごいですね。いっぱいね、これ新規プレイヤー向け調整みたいな感じで。まあ、ルクスインテグラル武器の素材がね、ドロップ率がすごい低かったのが緩和されて、まあやり込み要素だったんですけど、まあかなり出るようになって、あとカオス135がパーティーでできるようになった。期間延長、これですね、さっきのプログレッシブの映画のやつの看板とかをね、置くっていうのが期間延長されまして、で、12月27日までになった。まあなんか、そのスケルツォに関わるようなね、動画とか出したらね、なるべく宣伝しようかと思います。こちらギボンアサルトで追加された報酬ですね。経験値クリスタル、ダイ、回復ポーション、生命のポーションとか、まあいろいろね追加されたようですね。これがカオス135がパーティープレイ可能にっていうイベントのお知らせですね。第1層の国鉄級で受けられるこのカオス討滅戦、今の期間でいうとこの近境地のね名国和紙実施、カオスグリフィンってやつですね、これがパーティーでできるようになったんで、もう今ね速攻で倒せるようになって、パーティーでなんか15秒とかで倒してるパーティーがあるらしく、全然ねいっぱいあると思うんで、もうそれで速攻でカオス135作れちゃったみたいな、まあそういうこと言ってる人もねツイッターで見かけました。すごい時代になりましたね本当に。で、ゲームバランス調整、これまあ見たんですけど、まあ第8層以降のねメインクエストの報酬ね増加して、で、これね、この経験値クリスタルの補填っていつやんのみたいな話だったけど、まあ後日ね、差分をね、もうすでにクリアした人はもう関係ないかというとそうでもなくて、まあクリアした人にもね補填があるんで、まあ差分って書いてあるのがすごい気になるんですよね。で、このサブクエストのね、経験値の情報修正っていうのがめちゃくちゃ大きくて、47-2 のさ、マップ真ん中ら辺にいるサブクエスト案内人のやつ、これ1回達成で191万経験値もらえて、で、これめちゃくちゃ達成早いじゃないですか。で、このね、お調子者の剣士って、これマップの左上あたりのやつかな。これもね、334万ね、1回達成するだけでね、経験値がもらえてしまうんで、もう今の環境やばいですね。めちゃくちゃレベリング早いと思いますね。またバランス調整でやりやすくなって追いつけるようになって、今から始める人やばいですね。前はね始めて半年でトータルパワー20万いったらすごいって言われてたのが、もうちょっと早くなるかもしんないですね。でね、ルクスインテグラルの生産に使える武装石ね、ルクス石を武功の勲章の交換所にね追加してくれたんで、これね1回限定っていうのに進むとね、これ気構造の武装石とかね、これねもらえちゃうんで、牢城主の武装石とか。あ、これカオス90と95、110のドロップ率を情報修正したんだ。これ135はパーティーでできるようになったけど、110まではドロップ率が上がったから、もしかしたらこれやったらもっと早く作れてしまうかもしれない。ただまあカオス135を例えば15秒とかで回れてしまうんだったら、まあそっちの方がいいと思うんですけど、あとはね、デイリーダンジョンの報酬を調整っていうのがあって、すごいですねこれ。クリア報酬も変わったみたいですね。このデイリーダンジョン熟練強化編の賞瓶がね1個だったのが5個になって、修練の書1個だったのが5個になりましたね。5冊か。
こうね、コルのね、獲得編も上がってますね。ずいぶん上がったね、これ。クリアするだけでこれ2万もらえるのが10万になってますね。ずいぶんもらえるようになった。やばいね。15万もらえるのか、1回で。すごいな。ちょっと見に行ってみるか。これ、熟練強化編見ると、これ、賞品がね、5個になってますね。修練の賞も5個になってて、あ、でもスコア報酬は増えてはいないのか。なんかスコア報酬増やすみたいなこと言ってたけど、そのうちそういうのあんのかな。これすごいよね。これ1回クリアするだけでさ、10万コルもらえるの。やばい、これ。15万か。こっちもね、5万も手に入るから。いや、やばいな。賞品5個っていうのがいいよね。なんか2日くらいでさ、なんか中瓶、あれ、賞瓶12個だっけ生産。あ、賞瓶10個で中瓶1個生産できるから、これデイリーダンジョン2日やったら1個中瓶が作れちゃいますね。すごいね。で、61層以降のね、掲示板のモンスターの HP、攻撃力、耐性を調整しましたと、初回の。ただ、その分、初回の武装石コアメタルのドロップ率は、ドロップ率は下方修調整しました。別に初回でね、出るわけないわけじゃないけど、まあ出ることってまずないと思うんで、そんな1回で。まあたまにね、いるんですけど。別にこれくらいはね、もうだってジェムもらえればいいし、弱かったら。大変すぎるもん、本当に。掲示板の初回。91層とかやばかったもん。いやでもよかった、 HP 下方調整とか攻撃力下方調整、耐性を削除とかあるんだ。へえ、これもね、カオスドレイク耐性削除されたっぽいですね、初回。いや、すごくいいな。これでね、ジェムはね、取りやすくなったんじゃないでしょうか、初回の。あとこれメモリアルパーティーですね。これもね、キリトとかアスナとか、話しかける人によってもらえるやつが違うんで、まあ、これ昨日はね、俺一人一人大体話しかけたんですけど、まあ、話しててね、会話が面白かったんですが、まあ、この話しかけるキャラによってもらえるやつ違うから、まあ、例えばこの浄化ポーションとフルーツウォーターだけ欲しいんだったら小春にだけ話しかけるとか、まあ、勇気のこの修練の書欲しいから勇気だけ話しかけとくかとか、シノンね、賞品もらえるからシノンとか、話しかけるキャラクターを選ぶとね、ちょっと時間短縮できるんじゃないかなって思います。もう会話はいいよっていう人もね、いるかもしんないので。てか、いっぱいいると思うんで。まあ、最初ね、会話見れればいいなっていうね、人もいっぱいいると思うんですよ。で、あとこの小春ですね、これ自分で装備したこのアバター衣装ね、着てるみたいなんですけど、小春がいるんで、これね、すごいね、びっくりマークの数なんですけど、めっちゃびっくりしますよね、これびっくり多くて。で、まあ、勇気にね、こうやって話しかけると、修練の書がもらえるんで、で、会話がね、これ1回ですぐね、終わるんですけど、まあ、これ戦闘返さずにね、もらえてしまうんで、始めたての人もね、ぜひね、やってみたらいいんじゃないかなと思います。あとはね、アインクラッド56層のこのスタートダッシュイベント、効果集めってさっき言ったんですけど、まあ、56層でフィールド狩りして、まあ、効果集めして、で、ジェムとかもらえて、っていう感じですね。まあ、ダンジョンもあるみたいなんで、56層。まあ、ダンジョンで金貨集めて、階層フィールドで銀貨集めてっていう形になります。まあ、お知らせはだいたいこれくらいなんですけど、まあ、いろいろ変わったみたいですね。この、他にもね、この筋力増強バフがね、パーティー用のやつはちゃんとね、PT ってね、書かれるようになった。あ、書かれるようになったじゃなくて、予定してますって書いてありますね。まあ、こういうのもあります。まあ、だいたいそれくらいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。